どうもこんにちは、そうやです。はい、今回もですね、また工具紹介をやっていきたいと思います。というわけで今回ご紹介します工具はこちら、ドン。あれ、これこの間紹介したよね。実はまた同じものを、いやそんなわけないですよ。今回紹介するのはこっちの方です。反対向けたらわかります。ドン。こちらは、以前紹介した電動インパクトレンチ、そして今回ご紹介するのはこちら、電動インパクトドライバーです。ものすごく似てますね。正直私もちょっと見間違えそうです。というわけで紛らわしいのは今回ちょっとのけておきまして、はい、今回はこちらデュラテックさんの電動インパクトドライバーをご紹介していきたいと思います。ガレージを建てた当初に電動インパクトドライバーを持ってて、最初のガレージの内装を作った時はその電動インパクトを使って全部組み上げていったんですけど、まあその時に使ってた電動インパクトの印象がねちょっとあんま良くなくて、途中からねこのマキタの有線式インパクトドライバーを使っておりました。有線式はね、まあ電力供給が途絶えないし、パワーもしっかり確保されてるし、すごい感触は良かったんですけど、やっぱりねネジ打ち込む時にこの有線式ならではの癖があるんです。あとね、この電源確保するのがめんどくさい。というわけで私の話は置いといて、早速ね今回ご紹介するこちらデュラテックさんの電動インパクト、中身をねまずは確認していきたいと思います。オープン。じゃん。はい、内容的にはこんな感じになっております。まずこちら電動インパクトドライバー本体、そして専用のバッテリー、専用の充電器、あとこちらにですね各種ビット、そしてソケット用の、まあ、ビットといいますかでは、ね、先端工具も付属しております。これだけ揃って結構価格が安いんですよ。デュラテックさんの製品は全体的にね価格がかなり安いです。ですが結構ねガシガシ使っても調子悪くならないですし、付属品も充実してるんで私的には結構推してるメーカーさんです。はい、というわけでこちら本体をご紹介していきたいと思います。バッテリーを差し込んでいない状態ですと、ヘッドがですねやっぱりちょっと大きいので、今思った感じでは少し前のめりに倒れる感じがします。ではバッテリーを差してみましょう。はい、バッテリーを差すと重量バランス的にはちょうどこのグリップが真ん中になるようなバランスになっておりまして、すごく持ちやすいです。全体の質感的には値段の割にかなり良いです。カラーはですね、水色を基調としておりまして、黒い部分は全てソフトグリップになっておりまして、手の馴染み具合もかなりいいです。滑ることなくしっかり食いついてくれます。で、各種機能なんですが、まずこちら晴天逆転のスイッチがついております。晴天と逆転ですね。一応回してみた感じは、はい、トリガーの引き具合で回転速度の調整が可能です。トリガーを引いている間は手元の LED ランプが点灯します。で、最大締め付けトルクは 170Nm です。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを搭載しておりまして、容量は 1.5Ah の 20V バッテリーとなっております。重量はですね、一応 1.7kg となっているんですが、重さ的にはまあまあそんなに腕に負担がかからないかなというぐらいの重さとなっております。どちらかといえば個人的には軽い方だと思います。でこちら、インパクト用のビットとインパクト用のソケット付属しております。別で買い揃えなくていいのがすごくありがたいですね。早速ちょっと、インパクト用のプラスビットこちらね、つけてみましょう。はい、ホールド性もしっかりしております。回しています。ビットを差し込んだり、まあ、外したりする際の引っかかりなども全然ないです。でトリガーの軽さなんですが、軽すぎず、まあ、重すぎず、程よく抵抗力のある感じ。ただこうバリ感のあるような引っかかりは全然ないですね。非常に作業がしやすそうな感じです。で最初にちょっとちらっと言ったんですが、バッテリー式の電動ドライバーと有線式の電動ドライバーで結構ね大きな違いが実はあります。その大きな違いなのですが、今回紹介するバッテリー式の電動インパクトドライバーなんですが、トリガーを引きます。でトリガーを離すとピタッと止まるんですね。対してこちら、マキタの有線式、電動インパクトドライバーなんですが、こちらはですね、はい、モーターの回転にブレーキがかからないんです。こちらがですねかなり大きな違いとなっておりまして、長時間作業するなら、まあ、こちらの方がねずっと電源を供給し続けるんでいいなと思ってたんですけど、このビスをね
打ち込んで止める時が難しいんですよね。これ最初知らなくてね、 2x4 に木ネジ打っててフラットに止めたいのについついね奥にねじ込みすぎちゃったとかいっぱい経験しました。これは一長一短だなと思った次第で今回ね、こちらの電動インパクト、バッテリー式タイプを導入したというわけです。こちらでしたら回してスパッと止めれる、ピタッと止まる、トリガーの引き代で両方とも調整はできるんですけど、こちらの方がねかなり低回転まで調整ができるんです。対してこちらもうこれが多分ね限界かなっていうぐらい結構ねシビアなんですよ。もう普通にやったらねまあまあ回るんです。だからなんだかんだでやっぱり、バッテリー式の電動インパクトがすごく便利というわけで、こちら、デュラテックさんのバッテリー式電動インパクトドライバー、どんな使い勝手なのかちょっとね、試していきたいと思います。早速ねちょっと試していきたいと思います。移動しようかと思ったんですが、よく考えたらこの台が木なので、この台で試していきましょう。やっぱりね電動インパクトといえば、木ネジを打つシーンが多いかと思います。なので、木ネジを打ちたいと思います。打ちますのはこちら、結構長めのコーススレッド。一応この台はね、実は結構強度を持たすために角材を入れております。なんでそれなりに、パワーのあるインパクトじゃないとちょっとビス通らないんで、まあ試すにはうってつけかなという感じ。今ねこちら、下穴開けてない状態です。この状態で打てるかな。あーオートストップかかりますね。やっぱ結構強い。はい、というわけでオートストップかかりながらでしたが、しっかりとね、打ち込むことができました。では続いて、こちらちょっと作業台なんですけど、支柱になっている、杉の柱、このビスを打ち込んでね、まあちょっと引っ掛けをつけとこうかなという感じで、早速ね打ち込んでてみましょう。通ってくれるんでしょうかね。おお、あ、しっかり入りますね。今度は結構いきましたね。はい、というわけでこんな感じです。はい、というわけで今回はこちらデュラテックさんのバッテリー式電動インパクトドライバーをご紹介させていただきました。全体的な質感とパッケージ、そして性能の割に金額がかなり安い。なんで入門工具としてもですし、実際にこの工具今まで使ったことないんだけどどんな感じなんだろう、使ってみたいなっていう方にとてもおすすめしたいメーカーさんです。お試し工具として押したいっていうのもありますけど、せっかく買ったのにすぐ壊れるって嫌じゃないですか。私が今までガシガシ使ってきた中ではデュラテックさんの製品はまだ1回も壊れたものはないので、耐久面でも結構おすすめできるメーカーさんです。ただ1点だけ、まあ他のメーカーでもありがちなんですが、ちょっとね難点があります。その難点がこちらバッテリーです。バッテリーはですね、どうしても、こちらね専用バッテリーになります。なんでよくね、普及しているマキタ互換とかね、マキタ製バッテリーは使えません。なんでどうしてもね、デュラテックさんの電動工具を、買い揃えていくことにはなるんですが、まあ、別にそれはそれで私的にはいいかなと思ってるんで、こちら使っております。ちなみに今挿しましたのは、電動インパクトレンチ用のちょっと大きいサイズのバッテリーです。付属しているのはこちら、1.5Ah のバッテリーなんですが、先ほど挿しましたのは 3Ah のバッテリーです。容量が2倍ぐらい違うので、やっぱりねサイズも2倍ぐらい違います。なんで仕事とかでガシガシ使いたいんやったら、マキトとかをね当然押すんですけど、私のような一般ピーポーが、休みの日曜日にちょっと DIY しようかなっていう程度に使うんでしたら、価格が安いのに、性能もしっかりしてて長く使える、こちらデュラテックさんの製品、私はおすすめしたいと思います。それに付属品が、いっぱい付いてるのも嬉しいところです。後から付属品でお金がかかるっていうのも地味にお財布に痛いですからね。はい、というわけで今回はここまでになります。今回紹介したこちらの工具は概要欄の方に URL を貼っておりますので、そちらの方からご確認いただけたらと思います。またこんな感じで、工具紹介をしていきたいと思いますので、よろしければ、またご覧いただけたら嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。